幻想郷寺子屋にようこそ、先生のモニャンです。今回は東宝プロジェクト人気投票ランキングの9位から1位の基本設定について解説していきますよ。この動画を見れば東宝のキャラクターについて詳しくなり、さらに東宝のことが好きになれると思うので、楽しみにしててくださいね。もし面白そうだと思ったらこの寺子屋に入学、高評価お願いしますね。それでは、早速スタートです。さあ、早速9位から解説しますよ。東宝プロジェクト人気投票ランキング第9位は、米地悟り。米地悟りは、旧地獄の灼熱地獄跡の上に建てられた感知霊殿の主。悟りと呼ばれる妖怪で、他者の心を読む程度の能力を持っています。その能力のせいで、嫌われ者が多い地獄の中でも群を抜いて嫌われている妖怪です。人気投票ではトップクラスに人気なのですがね。はい、今視聴者さんの心を読ませてもらいました。なぜ嫌われているのかという理由は、性格ではなく能力であって、性格はペット思いなところがあり敬語を使っていてかなり律儀な性格をしています。こんな可愛い妖怪を目にしたらただ単に可愛いとしか思わないので、心を読まれても良いと思うのですがね。ズンさん曰く、今回の地霊殿で一番の大物と言われています。霊夢が初めて地霊殿に訪れ、悟りと会った時、会話が楽でいいわと結構好んでいますね。霊夢は裏表のない性格をしているので、意外と相性がいいのでしょう。また、悟りの心を読む程度の能力は弾幕にも活かすことができ、相手の苦手な弾幕を真似て攻撃することができます。しかし、悟りはあまり身体能力は高くありません。地霊殿で引きこもってしまったからでしょうね。私も引きこもりなのでで悟りとの相性良いかも。さて、第8位は藤原もこたん。藤原のもこうです。もこうはかぐやと殺し合いの中で有名ですよね。父親は、かぐや姫に登場する5人の貴公子の一人、藤原の不死とのモデルである倉持の巫女、と思われます。彼女の父親はかぐや姫こと蓬莱さんかぐやに求婚し、要求された蓬莱の玉の枝を苦心して用意したものの、かぐやにそれを偽物扱いされて恥をかかされてしまい、それ以来、もこうはかぐやを目の敵にしているんですよ。とはいえ、本気で嫌いって感じではなく、言ってしまえばトムとジェリーのような関係性ですね。もこうは人間ですが、老いることも滅ぶこともないという体を持っています。なぜ不老不死になれたのかというと、蓬莱の薬によるものです。しかし、不老不死とはいえ、痛いし、お腹も減るとのこと、長く生きてきたため、様々な妖術を身につけていて、強力な妖怪とも互角に渡り合えるほどの力を持っています。人間ゆえに妖怪に狙われることもありますが、軽くあしらうほど強く、最近は人助けにハマっていて、迷い込んだ人間を妖怪から救っているのですよ。もこうさんかっこいいですね。あっこっちのもこうさんじゃないですよ。里の人間にも妖怪にも末路はないで、迷いの竹林で隠れ住んでるとのこと、最近噂される妖怪退治の伝説の集団と勘違いされています。しかも、一人で倒しているのに集団と勘違いをされているのですね。一見クールには見えますが、会話ではムキーといった可愛いらしい一面も見せています。あ、ちなみに私はモコウを意識してるんです。はい、人気投票ランキング第7位は赤い悪魔レミリア・スカーレットです。レミリアは、コウマ館に住むスカーレット家のお姉様です。姿と考え方は幼いですが、実際は500年以上生き続け、吸血鬼らしく驚異的な身体能力を誇ります。吸血鬼は驚異的な身体能力と魔力を誇り、樹齢1000年を超える大木を片手で掴んで持ち上げ、瞬きする時間で人里を駆け抜け、一声かけるだけで大量悪魔を召喚するほどのカリスマ性を持ち、自らを大量の変幅に分解しさらには、霧状にまで細かくしどこにでも入り込むことができちゃいます。頭以外が吹き飛ぶ怪我を負っても一晩で元通りになるという恐ろしいほどの再生能力も持っています。もしかしてナメック星人？実際、東方暴月章では丸焦げになった手が一瞬で治ってました。東方エイヤ章では、スズメの妖怪ミスティアと出会った時は、フライドチキン、でしょ？私は人間がいいわとボケるシーンも見れることができますよ。どこか怖さもありながら、やはり可愛らしいところが人気なのでしょうね。さあ、東方人気投票ランキング第6位はコウマ館のメイド長、昨夜です。第16回では、主人のレミリアの方が人気でしたが、今回はまさかの昨夜の方が人気を獲得してしまいましたね。いざよい昨夜は東方コウマ教で5年ボスとして初登場したキャラクターです。コウマ教以降にもヨーヨームやエイヤ賞など数多くのシリーズで実キャラとして登場しています。昨夜は、悪魔の住む館と呼ばれるコウマ館に住む唯一の人間にして、メイドたちのリーダーなんですよ。昨夜はナイフを得意としていて、時間を止める能力を使って攻撃してきます。年齢は、本人曰く10代後半と言っていますが、落ち着いた性格と能力から見てもその発言は疑わしいと言われています。クールで完璧そうに見えますが、意外と天然なところを持ち合わせていて可愛らしいんですよ。
東方洋洋務では、着替えを3枚しか持ってこなかったことに後悔していました。3枚もあれば十分そうですが、今年に発売した東方二次流動では久しぶりの時期として登場しています。さあ、どんどん行きましょう。東方プロジェクト人気投票ランキング第5位はフランドールスカーレットです。3連でコウマカン組が選ばれるなんてさすがは、初期メンバーだけありますね。コウマカンには2人の吸血鬼がいますが、コウマカンの主人にして姉のレミリア・スカーレットと、妹のフランドール・スカーレットです。フランドールは滅多にコウマカンから出てくることはなく、コウマカンに入った人間がたまに確認する程度とのこと。まあ、吸血鬼というと普通は暗いところを好むのでそれが普通なのですが、姉のレミリアが活発なのでしょう。二次創作では、結構仲のいい描写が見られますが、コウマカンの中でも仲のいい妖怪は少なく、常に孤立していることが多いとのこと。姉のレミリアですら、一緒にいる姿はあまり確認されていないとのことです。破壊の能力を持ち触れようが触れまいが物を破壊してしまうので、一緒に遊んでも作ったものを片っ端から壊されてしまうので、誰も一緒に遊んでくれないのでしょう。フランも魅力的なキャラクターですが、やはりテーマ曲の UNON は彼女なのかも素晴らしいですよね。ところで、フランは姉のレミリアのことを何と呼ぶのか気になりますよね。実はお姉様と言っているんですよ。私にも言ってくれないかな。さあ、ここからはベスト4です。東方プロジェクト人気投票キャラランキング第4位は米木小石です。小石はコウマカン組でも、主人公キャラクターでもないのにここまで人気なのはすごいですよね。姉の悟りと同じ悟り妖怪です。ただし己の心を閉ざし、他人の心も読めなくなった悟りなのです。心が読めないせいで嫌われることはなくなりましたが、自分の心もすっからかんなので、誰からも好かれなくなってしまった悲しい妖怪ですね。視界に入らない限り存在感がないとのこと。書籍によると、小石は能力は無意識を操る程度の能力ですが、修行も積んだ僧侶でも会得するのは難しいとされています。難しいということは、小石以外にも無意識の力を得ている者がいるのでしょう。彼女自身もただ無意識に動いているので、ただ風に任せるままに生きているのです。そんな小石ですが、複雑な人間関係を持たない子供とは会話が合うようですね。もともとの小石は優しくて、純粋なのでしょうね。小石は、東方地霊伝のエキストラボスとして登場します。悟りのペット、悟空が大きな力を手に入れたので、自分も力を手に入れようと森屋神社の神様、かな子のところへ行こうとしているところを霊夢が止めに行きます。おそらくですが、小石は力を得て目立つことで他の人にも認識されようとしたのではないでしょうか？お待たせしました。東方プロジェクト人気投票キャラランキング第3位は、楽園の素敵な巫女の白霊霊夢です。言わずと知れた、東方プロジェクトの主人キャラクターですよね。単純で裏表がない、喜怒哀楽が激しく、人間妖怪を問わず引きつける不思議な雰囲気の持ち主。仕事が妖怪退治であるため、妖怪に対しては少し厳しい態度をとりますが、人間にも妖怪にもさほど興味はないとのこと。霊夢のモデルになっているのは、危機開会のさよちゃんです。日本のアーケードゲームで、巫女のさよちゃんが妖怪にさらわれた七福神を救うために戦う、アクションシューティングゲームとなっています。いわば東方プロジェクトの土台となったゲームなのです。スイッチ版も出ているそうなので気になる方は見てみるといいですよ。霊夢は白霊神社の巫女として、妖怪退治、異変解決を生業としています。仕事内容は、主に妖怪退治で、何もない時は神社の清掃をしているふりとお茶を飲むことです。霊夢さんらしいですね。しかし、歴代の巫女の中では、あまり危機感は持っていないと言われていますが、力は歴代の中でもトップクラスとのこと、優れた勘と幸運を持ち、さらに空を飛ぶ程度の能力、いわば重力を操ることができるチート級の能力を持っています。また、裏の巫女としての仕事は白霊大結界の管理です。これが崩れると幻想郷が保てなくなるので、巫女の霊夢がいなくなるとみんな消えてしまうので、実質幻想郷を牛耳っているのが霊夢ですが、そんなことあまり気にしていなさそうです。さて、東方プロジェクト人気投票キャラランキング第2位は、憎いのに憎めない普通の魔法使いのマリサです。マリサは、東方プロジェクトのもう一人の主人公ですよね。弾幕はパワーだぜと言って強力な魔法、マスタースパークを放つのでおなじみですね。マリサは人間にして魔法使いという珍しい魔法使いです。幻想郷の魔法使いは主に2つで、パチュリーのような生まれて元々の魔法使いと、アリスのような、人間から魔法使いになるの2つです。また、マリサといえば、盗みが得意ですよね。マリサは堂々と入って堂々とパクっていくという気持ちのいい泥棒をしています。この盗みはスペルカードにも影響していて、パチュリーの通常弾幕攻撃を模倣としてコイフノンディクショナルレーダーを使います。人のこういういいところを盗むのはいいことですよね。こういう他人の技を研究している努力家なマリサですが、キリサメマリサが今までに見てきたスペルカードを書き留めた幻想郷で唯一の人間が書いた魔法弾幕書という設定で、
マリサの士官で記されたスペルカードの解説書という形を取ったグリモワールマリサという書籍が出ているので見てみるといいですよ。さあ、お待ちかねの東方プロジェクト人気投票キャラランキング第1位は2年連続で人気投票ランキング1位を果たした犯人判例のコンパクヨウムです。ミョーン。コンパクヨウムといえば、ミョンが有名ですよね。このミョンというのは、東方ヨウヨウムのおまけテキストに記述されているエキストラストーリーの会話中にて、霊夢たちがひょんなところで、と言った直後にユユコを探していたヨウムが登場し、ユユコ様、またミョンなところにいて、と発言しました。これが、原因で有名になったんです。また、切れぬものなどあまりないでも有名ですよね。ヨウムはしっかりしているようでどこか天然なところを見せているのでこういうギャップが人気の理由なのでしょう。また、武器として刀を使いますが、ヨウムが所持する2本の刀のうち、長い方が、老漢剣、短い方が白老剣といい、コンパク家の家宝です。主に使うのは老漢剣で、長すぎて普通の人では使うことができないそうです。一振りで幽霊10匹分の殺傷力を持つと言われています。ヨウムは犯人判例で、人間に比べて体温が低く、肌は白いんですよ。また半分幽霊なのに、苦手なものはお化けという面白い魅力も持っています。主人ではありますが、亡霊のユユコに対しては平気なのが不思議なところですね。ヨウムが1位になった時のツイッター反応は、さすが、ヨウム、不動の人気。今まで見てきたアニメや漫画キャラの中で2番目に好き。自分が東方を知るきっかけになりました。といった嬉しいコメントがされていました。人気東方キャラクターたちはいかがだったでしょうか？皆さんの好きな東方キャラクターがいればコメントで教えてくださいね。ここまでご視聴ありがとうございました。次回の東方人気キャラランキングでも長い1位になる。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。